指刺さないよ。え、ジャックが違うから。今日は4月3日土曜日です。インゲン豆の日です。インゲン豆の日なんてあるんだ。もう桜が散ってきてますね。今年めっちゃ早くない？桜散るの。毎年桜見ると日本人に生まれてよかったなって改めて思う。日本人に生まれてよかったなって思う瞬間、あとはなんだろう、温泉に入ってる時、あとは日本食の美味しいものを食べてる時とかもう思う。結構高校生ぐらいになった時からマジで時の流れが早すぎてビビる。もう20歳みたいな。自分が20歳ってまだ全然実感ないし、もう21になるのにこんなんで大人になっていいのって感じです。話していたらそろそろつきそうです。話し相手になってくれてありがとうございます一人で喋っているだけだけど、ドライブ中はね、なんか結構ずっと歌ってたり喋ってたりしたい派ですね。私は口とか動かしてみたい派です。黙って運転ってなんかできないんですよね。てか今日登山するんですけど、今10時15分でその登る山に着くの11時半とかなんですけど、お母さんに遅いよって言われた。登山ってさ、そういうお昼ぐらいからとことこ登るものかなと思ってたんですけど、結構早朝ってか朝午前中にもう頂上着くぐらいの勢いでするものらしい。あ、いた。おはよう。何なんかさ、ちょっとさ、あの場所設定してないからさ、一回泊まっていい？いいよ。行きますか。今日は御嶽山に行きます。合ってるかな。登山します。イエーイ。うちは登山好きすぎじゃない？前のさ、あのサブちゃんに乗せたさ、うん、サブちゃんだったの。そうだよ、地味に。こんなさ、登山してるさ、20歳いる絶対老けてるよね友達にさ、登山してる人いる？まあ、いるような自然好きな人。あ、本当に、うん、めっちゃバカにされた。うちマジ山登り行くんだみたいな言ったら、ババアかよみたいな言われたんだけど仮面を取ったってか合宿だよね。そう、じゃあさ、うちめっちゃかっこよく見えるでしょこんなちゃんと見といてね、手さばきね。ハンドの手さばき見といて。でもキングレアじゃなくて、なんだっけ、あ、ガソリン。あ、そうガソリン。そう、もうなくなりそう。止まったらごめんね、途中で。いや、待って、なんかお母さんとかね、うん、めっちゃガソリンギリギリまで入れないの、うん、だからさ、あのこのガソリンマークが点滅したらさ、ガチでやばいじゃん、もうなくなりそうみたいな、うん、それでもなんかあと3キロはいけるとか言ってさめっちゃなんかゲームしてんの一人で。いつもなんか止まったら、うん、今こうやって人を呼んで、うん、みんなで押してもらってとか考えてるもん、うんうん、出会いありました。バイがね、まあ、はい、1個年下なんだけど、いけてるっていうか、まあ、その一緒に入校した人、いけてる4人の男グループがいて、うん、で友達でちょっといけてねみたいな。またでももう一個すぐじゃね。あぶねえ、ナイス。こういう協力プレイも大事。マジ大事だよね、これも。いけてて。いけてて、でなんかそのうちの一人がなんかセンター分けの人だったんだけど、いや、いいね、センター分け好き。で、いいよね、うん、で、なんかいいなと思ったら、なんか、うん、なんかすごい視線感じるなみたいな、うん、1日目からね、うん、え、待って、そのこと見てんじゃないみたいな感じで友達にしてて、うん、でも卒業3日前ぐらいに遅っ早く行動しろよえ、ちょっともう試験とかで頭いっぱいあったから。向こうもなんかさ、言ってこないの、うん、ご飯一緒に食べていいですかみたいな。あ、全然ないないない。え、そうなんだ。なんか他の人、2人で散歩行ったの。あ、そうだよね。楽しそう。うん、いや、楽しい。しかもさ、しかもそれ初めて、それで気づいた夜してねえよしたらいきなりなんか手とかつなぎますかって言われて、え、やばい。私ごめん、そういう意味でもなかったしあ、ごめん、ちょっと今はいいよないのけ、あそこ頑張ったんだよ、きっとその子も。とツイスターセットの照り焼きを2つ。お2つで、はい、お2ついかがですか。はい、お願いします。検索のアプリの借ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。だったらさ、60でいっていいじゃん、うん、もうその瞬間秒で60出すの登場1日目とかがね。そう、うちのおじいちゃん、そのお父さんのお父さんがガチでその早すぎて何回か結構捕まってて、うちのおじいちゃんも、うん、あ、ここ70メートル先だって、あと 1.5 キロ。あ、すごい、神社みたいなのに入る。あ、かわいい。お邪魔します。
ックできた。何も入ってないけどね。入ってないの？うん、ほら。え、違う？あ、待って、お茶買えばよかった。あるか、自販。うん、ある方。あ、タオル持ってくるの忘れた。何持ってきてんねん、こんなリュック。はい、お願いします。はい、領収書です。はい。ありがとうございます。ナイキ兄弟の話。ナイキ兄弟。ナイキわ、水きれい。ね、もう疲れた。もう帰る。早い。縁結びだったよ。結構高い。めっちゃ綺麗。やば。すごい。表参道。表参道。ほら、ほら赤の道。頑張れぞって言って。ねえ、はい。癖がついてる。あれはまだ体力があったの。もうない。やばい、この坂はやばい。地獄坂。着いたね。せーの。いや。お茶屋さん。やってるのかな。しげやまか。焼きおにぎりとかある。美味しそうね。美味しそう。野沢菜と小豆味、はい、ここで食べれるって最高の景色。半分にした。早くない？そんな感じする。すごい。なんかどうしようかな。ガトーショコラ。これも美味しそう。かわいい。どうかに、どんなで。いただきます。美味しそう。美味しい。あ、やばい、これこのナッツめっちゃ歯に挟まる系だ。強制さ、マジナッツ挟まるの忘れてたわ。いつ取れるんだっけ。うん、半年ぐらいかな。とどんぐらいだと。14日ぐらいに行って、うん、チェック OK だったら夜だけになる。はい、歯ってさ意外と動くよね。うん、動くね。こんな簡単に動くのさ、毎日手でさ、なんかうーってやってればさ、1時間とか動きそうじゃない。暇すぎでしょ。はい、じゃあ今日はリフレッシュできましたね。うん、バイバイ。シューってやって。